プロのイラストレーターもやっているガチガチの体をほぐすストレッチ教えちゃうよイェーイなになに 体凝凝凝凝凝っっっっってててててままますすすかかか肩腰あー凝ってる凝ってるー <laughs> やっぱね季節柄皆さんねジミジミしてるし関節痛とか肩こり悩んでるかと思うんですけどうん、うん、もう僕らねずっとリモートワークでずっと在宅で家で仕事してるわけじゃないですかそうやね凝った時に解消するストレッチたくさん知ってるのでね伝授していきたいと思いますイエーイ 影が教えるストレッチその 1,、うん、1肩が痛くなったらやるヨガの技でございます肩はほんと凝るからね痛くなるよね俺も最近肩こりで眠れなくなっちゃうんですけどそうそうほんでもう肩こりになるとなんか頭まで痛くなってけへんなるね。それがね一発で取っちゃいますこの技やるとおおマジで教えてほしいこれです おこうやって正座をしまして、うん、手を後ろに組んでグイッて時計回りに回すんですね時計回りっていうか頭の方にグイッてやるんですね。ほほほほう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 でこれをね10秒間1回やるだけで全然違って、うん、でこれをだいたい10秒間1回を3セットぐらいやると、うん、とりあえずは肩の痛みはスーッと消えます。おお 頭もすっきりする感じうんいろんな意味で「すっきりするね」<laughs> うまいな <laughs> っていう技でございました。お<ー>ではひげが教える肩こりをなくすストレッチお,<ー>お<ー>なんかねストレッチっていうかね、うん、前に。 テレビで、あの安田大サーカスの団長が、うん、あの、なんかやってたのを見て、うん、で、それをやってみたら、これは今後も毎日続けていこうって思うやつやったのね。うほうほう教えて、教えて。うん、うん、それがこういう形です。ででおお、なるほど。うん、なんかね、うん、手をこう、腰に組んで、うん、で、下を向いて。 足で肘を狭くすることによって肩甲骨の方が剥がれるっていう技なのね。えっとね俺は10回やってるねそれを。10回、うん だからって言ってすぐ肩こりがなくなるっていうわけではないねだけども、うん、続けることによって肩甲骨が剥がせるっていうので、うん、イコール血流も良くくなってくると思うのねだから俺は今団長を信じてて毎日やってます肩甲骨剥がしね最近よく聞くワードですよねそうそうなるほどなるほどわじゃあ俺もぜひ試してみようぜひぜひ <laughs> ではハゲのストレッチ手が痛くなった時はこれをやってくれってやつですこれですじゃじゃんおーおーおお見る見るそれ見ますよね うんヨガでよく見るでこれ左右で一セットずつで、うん、まあ僕はだいたい三十秒ぐらいをそれぞれやるって感じでやるんですけどおん<う>やっぱあのー、キーボードとかずっと打ってたりしても手が痛くなってきたりとかするはいなんか変な手のコリも取れるし、うん、あの手の筋が伸びるんではいはいはい肩から手全般にすべてね気持ちよくなりますおおそうなんや全身に効くっていうことうんとね上半身 ぐらいかなあすごいねあでも俺もやってみよううん、うん、やってやってただ俺がこれをやってると、うん、あの完全にストツーのダルシムみたいになるんだけどねあのヨガファイヤーみたいな <laughs> <laughs> っていう技なんでぜひぜひやってみてはいかがでしょうかはい <laughs> ではヒゲのストレッチ第2弾 2> おこれですあの股割あー あお相撲さんのやつ、ね、そうこれがね俺ももう本当中年になって硬くなってて、うん、信じられやんぐらいこう股が開かなかったのねほんで開こうとすると逆に後ろへ倒れるぐらいやってあわ分かる分かる、うん、分かる、うん、そうほんで毎日やるようになったら、うん、徐々に徐々にやけど開いて前へ行けるようになったのね<ー>それと同時に あの俺なんか季節の変わり目になったら、うん、股関節が痛くなったのにこれをやりだしてから股関節の痛みがなくなったのへえーうん、そんなことあんや。いやそうだからもしかしたら股関節とかにもいいのかもしれへん素晴らしいあすごいね運動不足解消です。うん まあこんな感じでねあのしんどい季節ですけどストレッチをしてね気分よくすっきりいければなんて思ってますけどねただね、うん、俺もう本当は人に教えたくないぐらいすごくパッと治る方法知ってんのおマジでああどうしよう教えようかないやいやいや今日知りたい知りたい本当に、うん、じゃあねこれですベ,ベン米州八両機いや機械の力 <laughs> <laughs> ストレッチを紹介してたからね今分かってる <laughs> おすすめおすすめこれはめっちゃいい。<laughs> じゃあ一応概要欄に貼っときまハハうハハハハハハハしハハ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  その他、ヒゲのよりやす、ハゲのえいちの SNS ともやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。